皆様、こんにちは。ただいまり第151回日照簿記検定2級に関する回答速報を開始いたします。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、じゃあですね、本日、実施されました、あ日照簿記2級に関する回答速報ということでございましてね、えー、お時間30分程度頂戴をいたしまして、 えー、先ほど、まあ、皆さん方にご回答いただいてまい、えー、りました、2級本試験についても、ね、まあ、要点要紙をお話しさせていただくという形になります。で今回も私どもレックのホームページの方では、ですね、えー、回答速報ということで、まあ、模範回答を作らせていただいたものをですねアップさせていただいております。えー、でこの まあ、模範解答にはですねあの今回もなんですけども予想の配点箇所をつけさせていただきましたあーこれはあのー、純粋にまあ私どもの予想でございますんでえー、まあ実際のね西尾さんの配点はどうなるかああいうところは多少違うところはあるかなとは思うんですがまあ一応ですね今回の おー本試験の内容を加味して、えー、おそらく、まあ、こういったところが記入内容になるでしょうというところをですね、えー、配点箇所もさせていただいております。したがいましてこれはもう純粋に私どもの拝殿、まあ、希望的観測も含めてですがつけさせていただいておりますんで、あのー、自己採点でご活用の際にはですねあくまでもこれは一つの参考という前提でご活用いただきたいと。 いいうふうふに思いますんでしたがって、まあ、私どものお配点箇所に基づく採点結果がね、まあ、例えばあ68点とかあ65点とかいう状況になってもですね、えー、実際の本試験の採点内容はまた異なるというところは当然ありえますんであ,のあくまでも参考として、えー、ご活用いただきたい、まあ、ですから変にあの落ち込む必要はないし。 まあ、あちょっと過信もするのも危ないとは思うので一応ですねそうね、えー、毎回毎回お願いさせていただいてるのはおおむねですけどプラマイ5点ぐらいの幅を持って。 まあ安全権ということであればプラマイ10点ぐらい幅を持って見ていただいた方のは無難かなというふうには思うんですがただまあ今回の試験でねあのプラマイ10点だとだいぶ変わってしまうと思うのでえまああくまでも一つの参考という形でですね内容のご確認をそうですねいただけるとありがたいというふうに思いますでまあ具体的な内容についてなんですがあー今回 わーというか、もう、もうなんですけど、おまあ、相も変わらず、ね、えー、すごいのを出したなとおいうところがありましてね、まあ、今回、えー、やはりまあ、問題としては、断トツ、もう図抜けてですね、あの、第3問の連結が、あ難しいです。ね、あの極めて難しい。 でついでに申し上げるとちょっと第4問の部門別もちょっとこれあ,のある程度っていうかしっかり部門別計算の思考が理解できていないとまあ正直言って特に後半なんですがあ回答手続き自体が厳しいところも出てきてしまうかなという気がするまあ,あ本当にもうその2つの問題をどう扱うかというところがまあ皆さん方にとっての一つの回答上の鍵になったような気がするんですね。 えー、まあそれ以外の問題に関しては例えば第1問の仕訳なんかはそうだねまあ新論点といえば新論点なんですけどお今回追徴、ね、法人税に関する追徴を受けましたといった時の仕訳の問題が第1問で出題されていたりもしていますが。 ままあまあそこら辺はですね使用できる勘定科目の2回明確に追徴法人税等ございますんでえその科目をしっかりとまあ読み取っていただくことができればねまあおそらくこれでいくんじゃないかとういうご判断はいただけたんではないとか,かとは思うんですがちょっと今日はねそうだな視点解説時の仕分けなんていうのも相当久方ぶりに出してますがあ基本的な 得点状況というか回答スタンスとしては今日はねちょっと125まず125のこの問題で、えー、それぞれ、まあ、極端な言い方すれば本当に満点近くまで、えー、取っていただいた上で3と4はまあ部分点を積み重ねることによってなん、まあ、とか70に達していただくというような、まあ、回答戦略にならざるを得ない。 え問題のような気がしますでまあそうね部門別計算なんかはまあまあ許容範囲という表現は僕が使ってしまうとねあれかなとは思うんですけどもまあうーんある程度ねしっかりと作業を進めていただくことができれば、まあ、そこそこ点数はあー取れたような気もするんだけどもこうだな。 ちょっとまあ正直言って連結会計なんかはあのー、相当厳しいですだからまあ一つの問題だけじゃんって言われればそれまでなんですけどまあ連結がね、えー、どれぐらい対応できたかあ言い方変えるとまあ3問4問がどれぐらい拾うことができたかあそれによってもう今回はあ勝負が決まるような感じに まあ一見すると見えるんだけどその3問4問がどれぐらい点数取れたかというためにはですねあの前提としても125がほぼほぼ満点近くじゃないと、まあ、厳しいでまあ私どもの当連ないし公開模試等を含めてですね例えば第2問の SS 株主ンと変動計算書なんか出題をさせていただいているんですが、えー、今回の。<coughs> まあ株主資本と変動計算処理内容はね正直言ってそんなに多くないで処理内容としてはそんなに多くないんだけどもただもうこれ書くのがある程度時間かかってしまうんですねである程度書くのに時間がかかるということを考えるとまあちょっとやっぱり第3問はもう全般的にですね手を出すというのは現実的にこれ無理ですよあーそうすると <laughs> まあいわゆる資本連結 本問で言えば S1 子会社ありますけどね、えー、S1 子会社、まあ、連結始まってこれ冬季4期目ですかあ可燃度お連結修正の再現これを意味する開始分けの領域はもう基本的にやってる時間がないはずです。あのー、そもそも論としてこれ S1 子会社のお繰り越し利益条件冬季数残高なん,なんかをやっぱ推定していかないといけないので。 そうするともうこれ返し分けの領域はとてもじゃないけどやってらんないんでえ基本的にはもう問題文見ていただいてねまこれ問題文の書き方もまあひっちゃかめっちゃから見に来たらあれしねえんですけどね債権債務総裁であったりとかあ取引高総裁であったりとかあまあそういったところをパートパートでやってっていただいてまあ部分点積んでいただくということぐらいしかないのかな。 いいう,うに思いますでちなみに今回あの連結生産表出題をされておりますが基本的に回答を埋めていただくにはね、まあ、今回であれば修正記入欄と連結材表欄、まあ、2つ回答を埋められるような枠になってますが一応まあこの修正記入欄何書こうかねというところもあって。 まあ書き方を合わせなきゃいけないんで僕らも回答を作っててすごい時間があったんですけどあのー、まあ当然この修正記入欄に関しては採点はしませんということをね認証さんはあ過去の方針等として言われておったりもするんでまあそうすると基本的にはね、まあ、修正記入欄なんて書かなくたっては別にいいですよ普通に経営者さんにしわ切っていってい,ただいてね。 えー、で連結財表欄だけ埋めていっていただければそれでいいはずです、まあ、当然そういうことをおっしゃってるんですからまさか万が一修正記入欄なんか採点箇所にはしないでしょうからね、えー、したがって、まあ、そういう点を考えると代表記載値があ合致してれば、まあ、何の問題もないでしょうから、えー、その前提でまあ年度独自の修正をしっかり拾ってもらうということに まあ多分作文者の意図ととしてはななるんじゃいいですかあと思いますか思まただですねまあ皆さん方もやっててお気づきになった方多いかなと思うんですけどまあ一言で申し上げるとね正直言ってこの第3はひどい、えー、内容がどうこうっていうのもまあ根本的にまず年度とか違うしね皆さん気づきました問題見てて「×4 年度だ」だうんちゃらかんちゃらって書いてありますけど <laughs> だって乗ってる会計官 ×4 年度じゃねえもんね。 もうそんな次元で問題自体がもうおかしい。で、ね、そうなってくるとまあ僕ちょっとねさっきこれやる前にねツイッターなんかをちょっと書いたんですけどこれ解答不能って書いたらどうするんですかねって僕思うんですけどまあ皆さん大人だからそんなことはしないと思いますけど罰4年度の連結屋さスをレれつってね。 だらこれあの日付は ×3 年4月1日から ×4 年3月末まあ載ってますけどこの日付のものはやれってことなのかもしんねえけどでそうするとこの日付のものがじゃあ生産表乗っかってる個別財表ねって話になりバ ×4 年度ってよっけだからね、えー、問題資料たる個別財表がないからできませんって書いた人はどうすんのこれって思いますね。まあご立派な問題をお作りになられておられるんですがあそもそも子会社が2つありますよ。ね ままあまあ形こき落としなんでしょうけどもお2つ出した意味がよくわからんあー100%子会社で、まあ、結局投資と資本の総裁やったところでさ非支配も何も出なけどのれんも出ないでしょ100%出資ですからだったら別にこんなもん S1 の中入れとけばいいだけの話じゃないですかねだか結局のところその債権債務の総裁なんかのデータを子会社2つ作ることによって煩雑にして、うん、え読み取りを難しくしてねえ えー、ミスが出やすいように作っただけの話でしょう。で、なおかつですよ。ねえ、えー、今申し上げましたけど、S1 子会社に関しましては、まあ、根本的に可燃度修正やろうにも、お支配確率日の資本は載ってますけどね、当期中、週まあ、正確には前期末における利益条件のデータなんかないんだから、したがってそこは自分で推定しないまと。まあ、具体的にはこれ、個別の BS に乗っかってる利益条件から、同じく個別の PL の お当期人利益を差っぴけば期士における利益上金になるんで、えー、そうするとねまあ,あ試合権確率の利益上金からねえ前期末における利益上金読み取ることで利益上金の順序を出す話なんでしょうけど意味が分かんないねだってあのー、これ普通,普通に考えてですね、あのー、さっきも申し上げましたけどまあ例えば第二問も。 株主とンーで第一問の仕分けだって5つ目あたりに出てるね売却の話なんかだってさあ焼却率もまあ出して頂い,いてで過去4期ですか焼却終わった上で、まあ、売却の手続きを取らなきゃいけないんでしょ。でそうなるとまあ当然第一問だって仕かかり時間かかりますよね。 で第4問は部門別個別で、まあ、評価ないパターン別に僕はそれはいいと思いますけどもお当然自分でデータの集計をやりながら作業手続きはしなきゃいけないしで5問目の東級別倉庫だって、ねまあ、当然ボックス作って計算するわけですから、まあ、これは何とか頑張って解いては欲しかったけどもおそんなにパン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 時間がねかからずに解けるという類のものでもないでしょう。まあ、そうなってくるとですね ちょっとこの連結はね解ききれないですよとてもじゃないけどまし、あ、てあの連結生産表っていう極めて趣味の悪い回答用してねあ,あんな狭い枠のところにですねーデータ集計したものまあ仕分けを集計したものを答えなきゃいけないんですからそんなもんやってる時間ないですねそうなると、まあ、結局今回の第3問に関してはもういわゆる回収分けの領域は推定しなきゃいけないんで今言った通おり、えー、S1 子会社の利益条件等を推定して、まあ、そこからね 利益重給の順増だか読み取ってうんちゃらかんちゃらって話になったりするわけですからまあその手の類いの話は相当煩雑になってしまうのでもう結局やんなくていいってことなんじゃないですか。で問題資料に乗っかっているね企業集団内部の取引だか債権債務総裁まあ実は載ってるもんねえこれらに必要なデータあるからまあそこだけやってそこだけ回答しないよっていう問題ないんじゃないですかね。という意味なんだと思いますよ。で思いますけどもあの僕は。 西尾さんの工事されてる内容を見させていただいた分では、ねまあ、これまで以上に内容理解を進めていただいて、えー、実務に役立つかどうか、まあ、実務に役立つだけの基礎知識を習得されてる方かどうかあこれを認定するんだと、まあ、もっともっと実践的なあ評価に変えるんだというふうに僕はそう解釈してたんですがまあこの問題見て。 えー、その僕の解釈が間違ってんだなというのはつどに思いましたね、えー。テクニックですよ、ね。要はテクニックが身についているかどうかを聞きたいんでしょ。ねまあ、時間的なことを考えたってこんなもんねできるわけないんですよ。おこれ2時間で解けるかっち言ったら解けないですよ。だってねあの連結子会社2つあるでしょ。S2 の方に関して、ね、親会社が不動産化してると。 で不動産化しててでそこの部分についてよ、ね、まあ手すりを作やってで原価証券の修正を求めるようなケースがあるでしょあんなのね会計士の試験で出ない公認会計士になるような子たちが知らないで公認会計士になるような子たちが知らないのに日商簿記の入記は知らなきゃいけないんですかそんなことないでしょうどう考えたってってことはそこはできなくったっていいんですよだからできないところは切って切ってやんなと。 できるところだけんだからそういったことは求めてないんでしょうね連結に関してはだったらあんなこと書くのやった話なんですけどねもうね問題見るだけねメディア見るだけ腹立って知らないですよこんなもんお言ってんことでやってんことはひっちゃかめっちゃかあ第4問だけで言えばですね まあ僕は部門別の個別のお内容理解という意味ではいいと思います。内容元は素晴らしいと思う。ね、ただそれを打ち消すぐらいの第三問ですね。えー、愚問ですね。まあ打問っつってもいいのかな。あでこれをテクニックじゃなくて内容理解だっちゅうんだったら2時間でこの問題だけにすらいんですよ。こんなもん。終わるわけないやん。ねえ。これを2時間でドッキリえる人がいるんだったらね連れてきてくれよって話ですよ。 ね、2級の受験生さんで僕会ってみたいですねそんな人いないですね僕もまあこの問題を入手して満回答作成をずっとやってましたでスタッフたちと一緒にやってた公認会計士を3級受かったばっかの子もいます、ね、えそれが複数いますその子たちが一律こんなものはやったことないと公認会計士受かってんのにねやったことないとねってことはこれはやらなくていいんでしょうと、まあ、僕ら回答を作んなきゃいけないからやりましたがね 公認会計士受かるような子たちができなくても日商二級はやらないかんのですかね意味がわからんですかあ何の問題作ってんだって話ですよ何ななのところに気ぃかんだったら年度ぐらいちゃんとチェックしろって話ですけどねあまあこんだけね一つ打問があることによって今回の試験の問題自体はもうダメですこれ話にならん あこれをよ連結の理解を問うための問題2級でここまでできなきゃいけないのくどいようだけど公認会計士受かってる子はできないのにねえまあそれはその子たちだけなのかもしれないね他の公認会計士受かってる子はみんなできるのかもしれないねえ、まあ、たまたまそうなのかもしれないねえたまたまそうだったのかもしれないけどもですか、まあ少なくとも 公認会計試験に受かってる子たちが複数名わからんというような論点を2級の試験に出すことが連結の基礎概念を理解してるかどうかを問う問題として妥当なのかどうか、まあ、それぐらいのことはお偉い学者さんじゃなくても普通はわかるんだけどお,お偉い人は多分わからんのですね、えー、一生懸命みんなやっとんのよね、えー、連結会計なんて元々苦しい問題なのにそれを一生懸命準備してんのにさ ねこれやる気なくなるよこれじゃ何をやっとんだろうねこれは <laughs> ねええー、僕は頭いいんだって見せたいんじゃないですか作文者はもうご立派ご立派あこんだけのものが作れんだから立派よ本当に立派もう勝手にどっかでやってくれよって話ですよあお前の話なんか誰も聞かねえからって話ですよねまあ言葉汚いですけど正直僕は本当にそう思いますねえー、みんなそれなりにね この試験にかけてんのねえ、だてや水橋でやってるわけじゃないんですよ。おここで土台を作ってさあ、ここから自分の進路を作ろうという人たちだっていっぱいいるのね。ね,ね僕はこんだけ難しい問題作れますっていうのにね、付き合わされちゃたまらんですよ。ねまあ、そもそもなんですけど年度が違ってるんでね、もうしつこいけど僕は言いますよ、しつこいんで,ですか。 根本的に問題の手をなしてないんでねまあさっっにそっちをやった方がいいいいんじゃないですか、ね、いつから期末の属する年で年度が表現されるようになったのか知らないがまあこの問題はそれでしか解けないんで,ですかやりゃいいんでしょうけどねまあ皆さんだって分かってたってそういうことは気にせずやるでしょう受験問題だから。ね、まあ 僕ねこれ回答作ってて腹しか立たないですよ。本当に。何が内容理解だ。ねこんなん出すことないじゃないですか。別に。連結第一年度の資本連結処理じゃだめなの。連結を一番最初に勉強してる人たちにそれやらせれば十分じゃない。投資と賞の総裁やりました。試合株の一文字もの測定できました。ねのれんの消却ができました。何がいけないの連結第一年度でそれを出して。 ねえなんで第4年度にしなきゃいけないのねえでするのは別に構いませんよ。ねえしたっていいけどももうちょっとさ資料の読み方だって何だって工夫すりゃいいんじゃないのでましてや公認会計試験にね出してる出してないっつうのかいうような話をさ出す意味がわからん。ですかまあ実務対応だっちゅうんだからそうなのかもしんないけどねまあそういう会社もあるでしょ世の中。ねえ。 まあそんなこと言ったらもう試験範囲なんか打たなきゃいいんですよ。何だって出すんだから。でしょあーって僕は思いますけどねうーん。まあただ一つの問題だからって言われりゃそれまでだけどさ。でも先に連結手ぇ出しちゃった人はどうするんだろうねこれ。ねえ。それ選んだのが悪いのかね。でもそれを選ぶってことはどういうことなのそれ以外の問題からやるってどういうことなのそれは解答テクニックじゃないのかね 内容理解っていうのかねそれを僕はそうは思わないけどまあ世間の人たちはどう思うかわからないし、えー、ましてや問題を作りになるお偉い先生はどうなのかわかんないですけど普通はそういう問題の選択だって僕ら資格予備校の講師の世界では回答テククニックって言います、えー、だからテクニックがなければはまるじゃない。ね工業募金先に全部終わらさな。 1> 第1問第2問全部終わらせます第3問は常に最後でいいよまあうちみたいな予備校の授業を受けて頂い,いてればそういうお話もするもんねだからあその話をさ聞いて頂い,いて、まあ、その通りやっていただいた方もいらっしゃるでしょうそれは今回うまいこと回ったかもしれないけどまあ別にそれはねうちみたいな予備校を使って頂い,いたり、まあ、よそさんでもいいですよ予備校を使って勉強されてる方は問題の解き方としてお話を聞いて頂い,いてると思います。ね、だから、まあ、そういうい解き方をしたよ、ね いう方はまあうまいこと回せればね年度独自の修正に特化することによって点数は伸びたかと思うけどでもこれ順番解き間違えちゃったらもう連結を先に選んじゃったら解けないよね他の問題。だってこれ20分や30分で終わらないですよこの問題。年度独自の修正だけ選んでやるって決めないとそれを内容の理解っていうのかな わかんねえなあまあ僕みたいな低俗の人間は高渉の方々が考えることはわからないんでねえう、えー、ん何とも言えないですけどまあでもこんな低俗な人間も年度は間違いないけどね <laughs> まあね <laughs> こんな嫌みったらしいことばかり言ってもどうしようもなんないんですけど、ね、でも言いたくもなりますわなこれ。あ あの資料の書き方も見にきいしさあまあわざと短く,くしてんだろうねお依頼方が賢い方がこんなものは書かないだろうからあまあでもこの連結は到底二級の問題ではないですかあダメだ,だこれは誰がどう見ても。 あーこれでまっとうな試験だと言うんだったらねえ勝手にやってくれて言いたくもなる、ね、こんなもん受かってなきゃ二級にできないんですかね経理職になれないんですかじゃあ日商の会員さんの企業さんはみんなこれができるから優秀な方ばっかりなんですかね経理マンはねお聞きしたいねそうじゃないでしょう これから一生懸命やってて伸びていく人たちもいるそれに向けて一生懸命基本の勉強をやっている僕はね一級でこれを出したら何にも言わないですよ別に一級だから会計責任者の基礎的能力を有するかどうかを添えようとしてみるんですよから一級は僕はこれが出たら何とも言わないまあ日記じゃ出ないだろうけどね何とも思わないもう一級だからそこは割り切りだよ できるところでやんなって言って終わりだけど。この第三問の連結の問題見て、おお、いい問題作ったねっていうやつが。やつって言っちゃった。人がいるんですかね。聞きたいわ。本当に。皆さんはこの問題できましたか。あのー、僕は回答手続きを進めるにあたって。 正直言ってかなりへこんだとてもじゃないけどこれできると思えないで一番怖かったのは第3問のの連結で引っっ張られることにによてて他の問題に影響が出てないかかどうかですまあ当然今これをやってる段階では皆さんの得点状況は全然わからないねもしかしたらうまいこと割り切りをしていただいてね 再建債権債務総裁とか商品売買取引高総裁とかそっちに特化してくださった方もいらっしゃるかもしれないそうすればうまいこと半分ぐらいもしかしたら取れたかもしれないねうんそれが何とかいけてればあとは頑張って第4問のねちょっと補助文費の配布債なんかはあー論点として初めてだからねでなおかつここ出すにあたってもね えー、製造部門費の配布資なんか特にそうなんだけど問題資料だけじゃダメなんですよ予定配布した補助部門費を各製造部門の実際発生額の上乗せをしていただいた上で製造部門費のすか予定配布額と比較して差異を出さなきゃいけなくなってしまうから僕はその論点に関して言えばね、まあ、正直言ってかなりレベルとしては高めの問題だと思うし部門別が本質的に分かってなければ厳しいと思う。ででも、まあ、今までとは違ってね そういったところちゃんと基本的な過程を追ってよと、ね、内容を理解するように努めてよと、まあ、いうコンセプトを打ち出しておられるからまあ別に僕は全然この大4問に関してはいいかなと思うあったってね、まあ、少し厳しいけどあったってしょうがないかな、まあ、少なくとも前半のところがちゃんと取れれば、ね、0点なんかにはならないわけだからああいいかなとは思うけどもただやっぱり後半部分は難しい。 ね、そうすると大イ門がそもそも半分ぐらいしか取れない可能性があるでその上でですよえ合格点数に達するようにしなきゃいけないじゃあどうすんだっつったら連結できないでしょこれどう考えだって一連の話なんかやってらんないでしょねってことはどうすんの合格するための解き方に変えるでしょ債権債務総裁での商品売買取引総裁に行くしかないでしょねじゃあそれが2級がね もっと実践的な実務に役立つようなものにするんですとおっしゃってたものと合致するんですか1級でやればいいいじゃないだって1級ですかそういう応用的なものは出せばいいでしょ ?2 級は一番最初なんですから連結のの基本の概念を問えばいいいじゃないこれが基本だっちゅうんだったら公認会計試験の問題を作っている先生が問題なんだよね。だって公認会計職場とか,とかは見たことないんだもん。だよね ね、これがもし、えー、基本だよ実務に必要な知識なんだよ最低限2級ですからえ言うんだったら、まあ、公認会計試験の問題を作った人がダメだってことだるねいやそんなことは言ってねえって言うでしょうけどもそういうことじゃんだってだって時そうなんでしょねえでも公認会計試験受かってたもできないんでしょってことは公認会計試験の問題を作ったやつが悪いんだよねってなるもんねいや公認会計試験と日照関係ありませんまあ関係ないでしょうね ででも同じ会計分野ですよで公認会計試験は会計分野の最高峰です、えー。最高峰試験に受かる人たちが知らないものを2級で出す。この趣味の悪さ。ね。えー、もう僕はそれ以上は言いませんけど、もう、<laughs> もうなんか、もう、僕は評価するような立場ではありません。当然、お偉い方々がお作りになってるんで、ね。ま,あ、ましてや、こうやって僕は、あー、資格、試験の、 指導させていただいて生活の糧を得てる人間ですからねっ、まあ、言ってみればお世話になってる人間なんで下々が何かを言うことではないでしょうおないかもしれませんがまあ僕はこの問題見てただ一言ねまあまあまあぶっちゃけ腹は立ちましたけどねっ、まあ、好きにしてくれよとし,しか思わない <laughs> ねっ。 まあこれをお作りになった方は西尾さんが打ち出された2級試験のね出題区分変更に関する趣旨、えー、ご意向ああいったものをご覧になってんですかね。まさか自分で書いいてなででしょう、ね、自分であんだけのこと書いといてこの問題作るっていうのはちょっとどうなのかね。うーん よっフフフうん検討書かなんかなのかねわからないですけどちょっとそれはそれで逆に心配になっちゃうよねこんなこと言うと怒られちゃうけどさでもだって書いてることとやってんことは全然違うんだもんで繰り返しますけどねまあ僕らも一生懸命指導はさせていただきましたで何よりも受験を実際におやりになる受講生さんたちはい一生懸命勉強はしてる えー、その人たちができないレベルの問題を出すっていうのはそれは二級としてどうなのかいやいやいや全体としてのただ一部ですからそういうところは分からなければ解かなくていいんですよそれを受験上ははテククニックって言うんでですす内容理解とは言わないんですだったら初めから内容理解だよ実務重視だよなんていうことは書かなければいい。 ねええー、と僕は思うん、えー、まあ僕の感想に賛同してくれる方はごく一部かもしれないが少なくとも僕はそう思うで何よりも年度ぐらいはちゃんと合わせろおと思うねまあこれが僕のお今回の問題を見た所感ですあの大変お聞き苦しくて申し訳ないんですが正直言って私は今回の問題は もう怒りが抑えられない腹が立って腹が立ってしょうがないーとてもじゃないけど真っ当な努力をしてる人たちを評価しようという姿勢が見えないあ一つ問題が問題がというか問題が問題っつったらあれだけどもえおかしな問題出しちゃったねえいやそれだけじゃないですか他の4つの問題はできるんでしょうねえそういうことじゃないんですよ。 ただ一つでもそういうもん出したらもうダメでしょうねえ普通はそう思いませんかあ誰がこんな問題を、まあ、作んならしょうがないかもしれないけど構成とかやんないのかね本当にうんそれとも構成やった人間はみんなこれがいい問題だいい問題だっつったのかね年度が違うのに <laughs> もうもうしつけぐい言いますけど年度すら合ってねえのに。 ああいい問題だいい問題だって言ったんだろうね意味が分かんねい本当に、えー、でもね皆さんこういう試験の問題を今回は出しましたあまあ僕が何を言ったってねどうこう言ったって所詮個人の話ですからあんだけのでっかい組織の試験ですからあ僕なんかが何言ったって何もなりません 何もなりませんがまあでもね分かってくださってる方々はいらっしゃるはずです、えー、きっと問題を作りになる立場の方々の中でも分かってくださってる方々はいらっしゃるはずですまあその方々のね、えー、常識に期待するしかないね まあ、今後変わってくれたところで今回試験を受けた人たちはね試験を受けた人たちには何の役にも立たないけどあと思います。うん、なあねちょっとまあ、うん、そうだなまあ、うん、連結以外のところでどれだけ点数を積んでいただけたか。 だと思うそうすると、まあ、今申し上げたような、まあ、僕が思うにですけど3問はまあきついだろうし4問目もうーんまあ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 問いにあたりまでができればね問いに倒産かあたりまでができれば、まあ、その先も行っちゃうのかなっていう気もするけどもああ第4問はねうーんまあ正直厳しいかないうところもあるんで まあ本当に連結とかで、えー、その年度独自の修正のところでね点数を拾ってっていただくということしかないのかなというふうに思いますうーんいや本当にね本当にね繰り返して悪いけどねいやこの問題はひどいねうんいやもう,もう連結の問題としてどうこうっ言ってんじゃなくて これ2級の問題と思えないねとてもじゃないけどねうんだもうこれはね皆さんの責任じゃないよできなくったって本当にそう思うだって繰り返しますけど会計士の合格者が知らないんですよそんなのねえ、まあ、不動産の賃貸取引があって まあそれの、ねえー、内部取引総裁、まあ、こういったところは別に字面を見れば分かるだろうから、まあ、それぐらいは別にでもいいでもそれ自体も会計士受験生はあら珍しいというふうに言ってましたしで、まあ、まあ結果ふたを開けてみれば何ともないっちゃ何ともない話ですよ何ともないっちゃ何ともないけどわざわざ子会社2つ出す必要があんのかなこれ。あんのこれ。何のコンセプトなのこれ。ねー100%収支設立収支だから試合出ないよねって。 のれんでないよねそれ分かってるっていうのが出したかったんだと思うよ。思うけどさ別にそれこんな総合問題でやんなきゃいけないことなのかね。ねない一問でも出せばいいじゃない別に。ね連結なんかまだそんなに本格的に領域になってるから何回も経ってないのに。ねでそれをさ 2級の人たちにこんなのやらせるのかね。うん、まあ大学の。先生方は？どのレベルを想定して問題を作りになってるのかな？お勤めの大学の大学生は、こんなものが全部解けるぐらいの授業の内容について、これていらっしゃるんでしょうね。ただ私自慢じゃないけど、ちゅったらあれですけど。まあいろんな有名大学の学生さんもお教えさせていただいておりますが。 まあ当然会計理論はよくお続きでございますけどもおこんな問題がババッとおうちみたいな予備を来て問題解いてすぐ解けますって人見たことないねまあ世の中いるんでしょうけどねまあ僕のところにねうちみたいなところに来ないだけの話なんだと思うんですけどもね、えー、その割にはっていうところはありますけどねそんなに合格者がそんな大学の人ばっかりでもないところがあるんですけどね、えー、どうなんですかね、えー、それでも卒業はされてるんですもんね。 別にその大学の大学生さんをどうこう言うつもりは僕はないですよ。ねえそういうことを言ってんじゃなくてですか問題をお作りになってる方はどこを想定して問題を作ってんのかまあ試験が終わりましたらまたねあの全国のリスが空いた段階で公表が出ます。えー、試験の公表の先生,、えー、先生の公表ですね楽しみに見ましょう。ねえいやこれをこうやって解けばいいんですよこういうところで拾っていけばいいんですよ書いてきたら 言ってることと違いますからね実務で活用できるようなねえ、理解を重視するような問題に変えるというふうにおっしゃってたのに解けるところを拾いなさいそれは違うんじゃないですかねえ。まず一番最初は基礎的な処理をちゃんと出して連結第一年度でもいいじゃない別にそれが基礎じゃないで、本当に応用的なものは上で出せばいいじゃないですか ね、と思いますよで今日の第3問はある程度見切りをつけられた人の勝ちです。ね。それができないと、まあ、ちょっと厳しかったかないうところはある。でただこれをできないこと自体は全くもって皆さんの責任ではない。あのうちもこういった論点までは。 まあ大変申し訳ないけども対応ししていませんでした不動産賃貸の乱用なんていうのはやってません。でやってませんがおそらくよその予備校さんもやってはおられないはずです。ねでもやっぱり2級の受験生さんは連結会計一番最初に見始めてる方々だから見たことないの運転が出れば止まる戸惑う当たり前の話ですか何なんだこれは考えてしまう当たり前の話。 でもそれでも回答を埋めるじゃあそれはどうすんの分かんないところは飛ばして分かんないところだけやりましょうまあ当たり前といえば当たり前の解き方ではあるんだけどそれって内容理解なのかねね僕は違うような気がするな連結は一番最初から解き方なんですかじゃあ2級も1級も違いがないじゃないですか分けなきゃいいのにねえ面倒くせえ。 <laughs> ね、わざわざ高い受験料出して一き受ける意味ないじゃん。っ、ね、て僕なんか思うけどおーまあもうダメだめだ文句が止まらん <laughs> あの本当にねでも皆さんもそう思わないこれはね、うん、できなくても皆さんのせいじゃないですよえっ こんなんできなくったって連結を2級のレベルとしてねしっかり理解できている方いっぱいいるんですかあー今回のこの問題がありんですーですからまあ連結ができないことによってうー周りの問題まで影響されてしまった方もおいでになると思いますでもそれは仕方がないし僕はそれでいいと思うい？だってそうなるようにつか勉強しましょう すなわち止まるようにってことじゃなくてちゃんと内容を理解するように勉強しましょうしてくださいねっていうふうに言われたんだからそれに備えて勉強したテクニック重視で解けとは言われてないじゃあこの問題がテクニック重視じゃないんであるならば本当に解かなきゃいけないんであるならば繰り返しになるけどもでで難しいいいい連結をやななきゃいけないのかととうことです、ね、その点の説明を求めたいですか まあ僕が言ったってどうせ答えはしないですけどねあまあやっちまったものはもうしょうがないんだろうねなあなあになんのかな分からんけど年度も違うし <laughs> ねもうもう何かあったらそれに薄いしよねもう、まあ、でも立派な立派な理由ですよだって年度が違うんだ4年度の個別財布なんか載ってねえもんだから今年の連結なんかできないや。 できないんですよ今年の財表ないんだから「ですかああいやいや連結生産表に載ってるんですからそれは今年のものですよ」はあねえ何を言っとんのねえ年度修正どうすんのねえ全部載ってんのは ×3 年4月1日スタートのものなんでしょうねえ ×4 年度の取引内は載ってないですけどねえうん話ですよ。 個別材料が仮に生産を乗ってんもんだとしたってですかあ。という話です。×4 年度。ね、バ ×4 年度の連結生産作れか。ね。これちょっと大事に問題取っとこうね。めったないよ皆さんこんなの。ね。ね年度が間違ってる。 まあ僕は早々本試験では見たことございませんねこんな問題はねチ陳プだわ <laughs> 本当に <laughs> もう笑っちまうここまで来ると <laughs> 本当にまあ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 でもね皆さんこんなヘラヘラヘラしてるとねまあ皆さんの中には本当にもうこれにかけて一生懸命やってきてね深く傷ついてる人もいると思うのよ。でも こんなのは慰めになんないかもしんないけどね今日の第3問は皆さんの力を正当に評価できる全く問題ではありませんしたがってまあその影響によってですね、えー、全体的に回答、えー、手順であったり回答ペースというものはずれてしまった方もいらっしゃるでしょうねならそういう方に、まあ、次の試験に向けて頑張ろうというのは僕も正直ですか とても心苦しいですか心苦しいけどもねそもそも問題がこれ評価できないんだから2級の合格だけの能力を、ね、2級に必要な能力をちゃんと評価できる問題じゃないんだからかもうまさか次はこんなことやんないでしょうからね年度だけやたら細かく見てきたりね <laughs> するかもしんないけどねあーまあ このレベルの問題が続くんだとすれば僕が知る限り、えー、連結会計の問題に関して言えば二級会長は難しいねえー、ってことになるんでしょうかあこれはある意味楽しみですな、えー、まあ一部分だけで嫌味を言ったってしょうがないんだけどでも本当にこれは思うよ今日の第三問等によって影響を受けてしまった人は絶対いますですか 2級の受験生さんはテクニックテクニックで勉強してるんじゃないんです根本的にましてや今2級の授業を受けて勉強してる人はテクニックじゃないんです2級の受験生さんはテクニックじゃなくて理解に端ちゃんと理解をしてようと努めてる人かもう時からマラン気かどっちかなんですよでどっかでマランキ気の人まで僕は受からせなんて言ってないですかあそれはしかるべき結果になるしかないと思うだってもう暗記なんか暗記力をどうかもじゃないんだから それはは別に僕はいいと思うでもちゃんと理解する努力をした人まで評価できないような問題は試験に出してはいけない絶対ですか間違いなくいけないそれが許されるのは上の試験だけですえー、1級だったら僕は何も言わないこれが税理士だったら何も言わない公認会計士だって誰も何も言わないでしょう2級なんですこれはあーだからおかしいと言ってるねだから皆さんは変に落ち込むことはないですか あこれまでうちの登連もそうね他の学校さんの登連もそう過去問集もそういろんな問題を本試験に向けて一生懸命解いたでしょでそこで7割超えるようなところまで一生懸命持ってったでしょねそれが皆さんの実力です,ですかこんな問題で皆さんの実力なんか評価できないですかあーしたがって皆さんには変に落ち込まないでほしいですかあー少なくとも各校の予備校であったり 過去問詞を回答した結果70点1つの目安としてのそこまでを達成することができておられるんであるならば2級合格のための必要な知識というものは十二分に得てるんですそれがあなた方の実力なんです,ですあーこの試験で受かられた方も当然いらっしゃると思いますその方々は立派ですこれだけの難問で受かられたんですそれは誇りを持っていいで逆に言うと今回の試験で結果が出なくったって皆さん方は何もへこむことはないですか あそれだけは言えるこれは僕だけが言ってんじゃない誰に聞いたってそう言いますよ少なくともこういった予備校等でね教団に立たせていただいている人間の立場からすればみんな言うはずですみんな言うはずですこんな試験で2級の努力2級のね実力を身につけるだけの努力をしてきたかどうか皆さんの力を評価なんかできないですかあだからもし今回の試験で結果が出なくても自分を卑下することはない 自信を失うこともないですか？あなた方の実力はここに至るまで演習でしっかりやってきた問題で7割が取れてれば、それは2級に合格するだけの力があるんです。いえー、そこは皆さん方に自信を失ってほしくないと思います。ですか？まあ、な何の話んだか分かんなくなっちゃったけど、もほとんど文句になっちゃうけどね。もう文句しか出ないですよ。これあー。まあでもあんまりこんなことばっかり言ってるとおじさんの？ 愚痴話1時間講義になっちまうんでもう、まあ、やめますけどねだから、まあ、ちょっと本当に回答要領としては1 2 5ですここで頑張ってもらってもう満点ペースでちょっとやっていただいて43で,である程度カバーができれば合格には達すると思うそこを狙っていただきたいただ最後になりますけど僕はちょっと個人的に相当今回の試験に関しては危機感を持っていて。 前回前々回の試験の動向から考えても僕はそれ以上の結果が出てしまうまあそれ以上というよりもそれ以下と言った方がいいのかな可能性が相当あると思ってる正直12%なのか11%なのかはたまた9%なのか8%なのか分かんないけども僕は下手すれば1桁というのもありえると思いますでも皆さんがもっと奮起してもらってねね、えー、そんなことも想定してさ いややもうう選選んで選んででるようにしたよとしっかり皆さんが対応していただいてこれが 20%30% いうところまで行ってくれれば僕はもうそれに越したことはないけども普通に考えれば厳しいおそらく厳しいできれば僕の予想が外れることをね願ってやみませんがまあ実際問題厳しいような気がする。ね。うーん まあでもねとりあえず今日で一旦区切りにはなりましたからもうねちょっと切り替えろっちったって切り替えはできないけどすぐにはねあのー、変に繰り返しますけど凹まないでほしいですか？凹まないでほしいこれができなかったイコール2級の力がないいうことでは僕は絶対ないと思うですかーだから少しね、まあ、ここまで頑張って勉強していただいたのわけですから まあここから1週間2週間全然見直しえ見直しやねもうゆっくりね、えー、これまでの疲れをやす取っていただければそれでいいと思うけども是非その後はね前向きに、まあ、まあ今回はそういう形になってしまったけどもね次につながるようにやってやろうと思ってもらえれば非常にありがたいというふうに思います。ね。 はい。というところでございまして、ちょっと予定よりだいぶ伸びちゃったけどね、うーん、今回はまあそこら辺が主要な論点になってくるのかなというように思います。ちょっとね、なんかごめんね、皆さん、あの、回答解説というよりは、ただの文句の、文句の披露になっちゃったな。<laughs> あの、ちょっともうちょっと具体的な問題の解き方もお話ししようとは思ってたんですけど、あの、ただまあ、そうだね、ちょっとまあ模範回答なんかと付き合わせをしていただいてですね、 解答状況の確認をしていただいて、まあ、そこら辺のね、えー、得点がうまく伸ばせるかどうかというところが一つの鍵だったと思いますんで、まあ、そんなところをね、えー、少しチェックをしていただいて、ご確認いただければありがたいというふうに思います。はい、というところでございましてね、まあ、あんまり長くやってもしょうがないんでね、えー、もうこれくらいにさせていただきますが、先ほど僕が申し上げた通り、あり、今回の試験で合格された方々は、 ものすすすすごいい優優優秀秀秀ででで間違いなく優秀です、えー、ぜひこれは伸ばすようにね次のステップというのを考えていただいてもいいと思うしで逆に言うと今回うまくいかなくてもそれは決して皆さんがダメということでは絶対ないですかあそのことだけはね、まあ、お伝えしたいなというのがあって まあ今回ずっっとそんな話をしてしてままた次第でございます、まあ、具体的な回答要領等についてはあ繰り返しになりますが、あ目安の回答、模範回答ですね、配点箇価値ともに入れてありますので、えー、よろしければそちらをチェックしていただいて、えー、少し自己採点ということに進めてみてください。はい、ということでございまして、以上をもちまして本日講義は終了です。皆さんお疲れ様でございました。